その申し込み状。当時創部間もない早稲田大学側から慶応義塾野球部に宛てて送られた。100年前の学生たちがしたためた手紙、躍動感あふれる字でこう記してある。慶応義塾野球部は隆盛であるが、我が総大は技量も乏しくなかなか上達しない。ここはぜひとも試合をしていただき、慶応から大いに学びたい。慶応の都合はどうでしょう。大至急ご返答ください。担当者を慶応へお伺いさせ、試合場や審判のことを打ち合わせましょう。早稲田大学野球部より慶応義塾野球部へ。こうして伝統の早慶戦は始まったのだ。その試合が行われたのは慶応義塾の三田綱町グラウンド。都会の片隅に今でも残るこの地で、1903年11月21日戦いの火蓋は切って落とされた。こちらが栄えある第1回早慶戦両校のメンバー。第1戦は11対9で慶応の勝利。第2戦、第3戦は早稲田。翌年の春の戦いでは慶応が勝利。一進一退の攻防が世の注目を集めた。